い集合。お腹空いてる人。よ。ちょ、聞いて。サンドイッチマンさんの番組で、コンビニにあるものだけで激うま塩ラーメンができるレシピをやってたのよ。それが食べたい。食べっぺ。はい、器ドーン。まずは、中華だしを小さじ1杯。で、次が、和風だし。で、塩小さじ1。ごま油小さじ1。で、柚子胡椒小さじ2分の1ぐらい。で、これにお湯入れて完成。ちょっと来て。麺を湯がく。で、ここにお湯を入れる。400から500って書いてあった。で、白髪にチャーシュー。ちょっとゆるすぎた。完成。あずあずあず。へいお待ち。完成。さあ、それでは激うま塩ラーメン実食。ちょっとスープからいきましょう。とろろー、美味しいよー。ちょっと濃かったかもしれない。なんということでしょう。このうまっ。柚子胡椒がいい味出してるね。いや、今日何も食べてなかったのよ。最高だぜ。大将、替え玉一つ。塩ラーメンは一番太んないんでしょ、伊達さん言ってたもん。あと見て、すごい汗マイナスです。